背番号22番ディフェンダー船津哲也です。まあチームとしてうまく入れたと思いますし、まあ本当一体感持って、まあスタメンで出てる選手もサブの選手もメンバー外の選手も、まあ、本当にこの試合に勝つんだという気持ちで、まあ一体感持って入れたと思うので、まあ入りはすごく良かったのかなと思います。まあやっぱり勝ち点3を取りたいと思って臨んだ試合でしたし、まあ取らないといけないと思って臨んだ試合でしたし、まあそれが勝ち点1になってしまって、まあ本当に悔しい。で先がどう難しくなるっていう流れ、多分やりきってみんなが倒れ込んで、まだ先があるぞっていう意味で、まあまだ次々っていう声をかけながら、まあみんなを次に向かってほしいなと思ってたので、はい、そういうイメージですね。まあ、あんまさんと知り合いで、まあ、あんまさんが監督やるって分かってましたし、まあ、その中でオファーをもらえたので、まあ自分も年齢がまあまあ上の方に行って、まあそういうセカンドキャリアも含めいろんなことを考えながらやってる中で、まあそういう声をかけていただいたので、まあ最後じゃないですけど、そういうなんか誰かの力になりたいと思って、はい、来ました。そうですね、まあ僕は若い時にだいぶ若い時に知り合ったので、知り合ったというか指導してもらったので、まあ、すごい選手に近くて細かいこと、まあ、サッカーのノウハウだったり、まあ、技術、こう止め、こう来たらこう止めるとか、まあ、そういう細かいことまで教えてもらえる監督だったので、まあ、そういう選手個人として成長できるなっていう、はい、イメージはあります。正直厳しい監督ではあります。そのダメなことはダメっていうし、まあ、嫌いなプレーは嫌いっていうし、まあ、厳しいっていうか、それを言ってもらえるのは逆にありがたいかもしれないですけど、そういう意味では優しいかもしれないですね。まあそのサッカーが離れれば本当に一サッカー好きなおじさんって感じなんで、本当にまあ優しい方ですし、あれですけど、どちらかというと本当ちゃんと言ってくれる、ちゃんとあかんとこはあかん、いいことはいいって言ってくれる監督だと思います。まずはキャプテンが甲斐なので、まあ甲斐を支えるというか、まあ甲斐がチームを引っ張りやすいように、まあ、僕たちで、まあ、もう一人亮太郎もいますけど、その二人でフォローしながら、まあ、支えたいなっていうのがありましたね。練習中盛り上げたりとか自然にできるようにはしようと思ってましたけど、まあ、練習中も試合中同様同じように声出してるんで、多分なんか逆に言ったらそういう練習見に来たらそういうなんかこう新しい発見というかっていうのがあるのかなと思いますけど、はい、まあもちろん危機感というか、そのもう本当崖っぷちみたいな状況なので、まあ、そういうそのプレッシャーを感じながらやってる選手はたくさんいますし、まあ、ただその中でも、まあ、サッカーを楽しむ、それが一番まあいいプレーにもつながると思うんで、そういうその緊張感とともに楽しみながら今は練習試合に取り組めてるんじゃないかなってのは思うので、まあ、今のところはその変に緊張しすぎてガチガチになったりとか、まあ、そういう悪影響を及ぼしてるようなことはないので多分、はい、だからいい感じでやれてるとは思いますけど、はい、結局なんかサッカーって本当メンタルがすごい左右するスポーツだと思うんで、まあ本当こう自分で勝手に焦ってたら相手が来てないのにプレッシャー感じて焦っちゃったりとかすることなんか僕でもありますし、多分いっぱい起こりうることなので、そういう場面が多分多々あったら余計にやっぱ余裕のないというかいいプレーできないんで、メンタルはすごい大事だなと思います。
こうチームもう一体となって、メンバー入ってる入ってない関係なしに、まあ、本当に全員が昇格したいという気持ちがすごいあったので、まあ、本当こう一体感を持って、もうサブのメンバーもメンバー外のメンバーもその勝つためにみんな準備したりサポートしたりしてたので、まあ、本当出てる選手はもちろん気持ちよくやれてましたし、なんか本当チームで波に乗れてたイメージはあります。ただ群馬の時はやっぱもうちょっとこうなんか何連勝かしたりっていう場面があったので、まあ、それをまあもちろん今から岐阜は作っていかないといけないんですけど、まあ、そういう波に乗るというか勢いに乗るというか、まあ、そのきっかけに次の試合はしないといけないのかなっていうのは思います。いつも僕は勇気を与えてもらってるんで、ファンサポしてすることによって頑張ってくださいとか、いつもプレー見てます頑張ってくださいとか、なんか走ってる姿がなんか勇気もらえますとか言ってもらえると、それだけでいいんだと思えるんで、なんか逆に勇気もらって、あ、もっと頑張ろうって思えるんで、そういう関わりがないのが今は本当なんか、まあ、それこそ大卒の子なんかは関わりないのが当たり前の世界で入ってきてるから、逆に言ったらかわいそうだなって思いますし、大卒で試合に絡んでなくてもサポーターの方は声かけてくれるじゃないですか本来で、頑張ってよみたいな、見てるからねとか言ってもらえるだけで、メンバー外でもなんか、あ、もっと頑張ろうと思えるし、そういうきっかけじゃないけど、そういうのが全然今はできないので、まあ、本当なんかもったいないというか、もっと多分勇気与えてもらってもっといいプレーできたりすると思うんですよ。多分ファン差があったり関われるようになると。だけどインスタとかではメッセージもらったりいいねとか押したりするときはありますけど、そのまあ読ましてはもらってるんで、まあ、すごい本当そういうところではその勇気もらったりそのメッセージいただいたりできるので、まあ、よかったなと思いますけど、やっぱりそういう数は増やしたいですよね。だから最近もロッカーに貼ってもらって、コメントサポーターの方からのメッセージをみんなこう試合前に読んだりするんですけど、まああいうのも本当ありがたいなと思いますけど、はい、サポーターの方もそうですけど、僕らは、まあ、もちろん諦めてないので、まあ本当一戦一戦まずはさっきも言いましたように波に乗れるように、まずは次の試合きっかけになれるように、まあ、本当勝ち点3まずは取って、まあ、そこからサポーターの方がもっとこう応援したくなるようなチームプレーとかできるように、まあ、していきたいなと思いますし、まあ、それこそ最終的には昇格できてるように、まあ、まだまだ選手全員諦めてないんで、また応援してもらいたいなと思います。